A-10 Thunderbolt-2 に搭載される AGM-65 マーベリック空対地ミサイルファイア&フォーゲット機能を持ったブリムストーン対戦車ミサイルKEPD 350対地巡航ミサイル空対地ミサイルは射程によらず空中から発射され地上の目標に対して撃たれるミサイル。ただしアメリカ軍では空中で発射される対戦車ミサイルなどもこれに入る。また空対艦ミサイルがこの部類に入ることもある。航空機が開発され初めて兵器として使用された第一次世界大戦の敗戦国であるドイツは兵器の開発を大きく制限されていた。しかし制限の対象となったものは第一次大戦に存在し、第一次大戦では飛行船攻撃に使用された以外はさしたる使い道はなく、ほとんど未開拓の兵器であったからである。これに目をつけたドイツ国防軍はロケット技術の開発を進めることになる。そして生み出されたのが、世界初の弾道ミサイル、V2 ロケットであり、世界初のロケット戦闘機、Me163であった。ドイツの開発はそれだけに止まらず、航空機から艦船を攻撃するための有力な兵器開発も行っていた。そして生み出されたのが、世界初の動力付き誘導爆弾、Hs293である。これは発射後ミサイルVIVの噴射煙を目視しながら、標的まで手動で誘導するという第一世代の対戦車ミサイルのような方式で、第二次世界大戦中に唯一完成した動力付き誘導爆弾であり、初の空対地及び空対艦ミサイルである。通常弾頭であり、速度もあまり速くなく装甲のある軍艦に対する効果が低く、母機が誘導中に、対空砲火にさらされる危険があったため、主に輸送船攻。戦後、このドイツの遺産は戦勝国に持ち帰られ、さらに発展を遂げていく。最初の成功作を出したのは1955年に完成したアメリカの AGM-12 ブルパップである。これは手動操縦の無線誘導式で形状などが洗練されている点を除けば、ドイツの Hs293 と、同年にフランスも成功作 SS10 を開発した。これも基本はドイツのミサイルシステムが元である。アメリカはブルパップに次いで AGM-62 オールアイを実用化する。これは推進装置がないため厳密にはミサイルではないが TB 誘導方式を実用化した点が特筆である。これによってブルパップ一方、1958年にはスウェーデンがRB-04C を開発する。これは世界初のアクティブレーダー誘導方式を採用したものである。その後このミサイルの子孫である RB-04E が開発された。現在ではミサイルが対象とする目標の種別により以下のようなカテゴリーに細分化されて扱われることが多くなった。ただし、このカテゴリーは必ずしも厳密なものではなく、同じミサイルでも派生型で対艦用と対地上用や対戦車用など複数種類の目標に使えるものもある。ありがとうございます。